お願いします。お待たせしました。やったー、25番、やったー、25番、よかった。清原由紀奈の SS コレクション、はい、1ヶ月お休みしました。お久しぶりです。覚えてましたか？はい、忘れてるかもしれませんが、前回見事ファッションアイテムをゲットしましたので、早速見ていただこうと思います。こちらです。じゃーん、見てください。クラッチバッグを男女とも用意させていただきました。はい、女性の方がですね、これ LA のインポートもののクラッチバッグなんですよ。すごい春物っぽくて、まあ、白地に花柄っていうのもあって、もう個人的に一目惚れしてしまったので、なんとこちらのバッグは私とお揃いです。まあどうでもいいんですけどね。はい、いいんですけど、まあ、お揃いのバッグを用意させていただきました。そしてメンズの方なんですけど、これは堀江からスタートしてもう17年ぐらいになるショップさんで購入したものです。これもクラッチバッグで、すごい布製品で使いやすいので、かなりまあオールシーズン春だけじゃなくて使っていただけるかなっていう感じです。はい、こんなファッションアイテムをゲットしました。次は、女性にはカーディガン、男性にはデニムのジャケットを用意したいなと思っているので、今日も気合い入れて、バジリスク絆で勝負していきたいと思います。第1回目バジリスク絆でいっぱい買ったので、今日も絶対勝てると信じて頑張ります。ファッションアイテムゲットするぞ。来てる。第1回目に売った絆の場所を取りました。もうマジでもう争奪戦、もうバーゲン並みに埋まるの早いですね。いや、でもなんとか取れてよかったです。さあ、今回はバジリスク絆、見てください、久しぶりの実践ですね。バジリスクは、SS コレクションの第1回目がバジリスクで大勝利したので、もう一度初心に戻った気持ちでバジリスク、まあ、このこの不幸な神戸中央フロントパンさん、もう本当にずっと絆、めちゃくちゃ人気じゃないですか。もう始まって以来全く変わらず大人気なので、常連さんもすごい、やっぱ絆でしょみたいなことを並んでると心配したんで、常連さんにも、おっとこれは来た何者、シュー
ですよ。ガッカン。いや、浮気とかじゃないですよ。でもちょっと興奮するんで、ペンペンで。よかろう。マジ？やっぱ浮気したからかな。え？いいよ、こっちの流れ。次は早いところ。俺の歴史に。